ローハローハローハロー、沙織です。イエイ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 。はい、今回のテーマはもうすぐあなたが実現することということで、まあこれは厳しいのが出ますよ。で、最初にちょっとお知らせというか、もうこれさ、大発見。はい、昨日から再販が始まっております。パルファムリミテッドエディション完売次第終了。しかも私これちょっと5個ずつ買ったの今日なので、ごめん、両方ともから5個ずつ在庫が減っておりますということで、まあこれはもう、まあ、大ファンが多いので、まあ早めに買ってくださいということです。で、さあ、ビジュエクラン、もうこれの説明などなどは全部概要欄に貼ってるノートに書いております。美しいの、とっても美しいの、どうしようかと思うぐらい美しいの。ただ私気づいたんよ、このパルファにしても、つまり香水ですよ、香水にしてもこれにしても、大体女であることを認めていない女、まあ自覚している無自覚どうこうじゃなく、これリトマス試験紙やわ、リトマス試験紙です。これコミュニティにも書いてるけど、私が販売するものって女真の女、はい、高貴で優雅で優美で強く美しい神聖な奇跡、それが女、沙織山村が作ったから、それ女が生み出したものなのよ。で、ザ女のものなのね。私メスメスしてるから、とにかくメッセー万歳だから、メッセー全開だから、女であることを受容してない、女であることは損をする、女だからこうなんだみたいな、とにかく自分が女を生きることに抵抗している人、つまり恋愛がうまくいかない人なんだけど、積んでる人は絶対抵抗します。これまず抵抗する、欲しいなと思いながらも手を出せないの。それがだって香水とかザ女じゃんっていうか、男の方が香水香りをまとうのって抵抗してる女の方が多いからです。男ってめちゃめちゃ嗅覚がいいから分かってんのよね、香りがどれだけ影響を及ぼすかっていうのを、人生に。だからここシャネルは言った、香水をつけない女に未来はないって。私これ女であることを認めて、女がゆえの、女だからこその能力を生かさない女に未来はない、なるほどなと思って納得したんで、リトマス試験紙です。だからうわどぎついこのピンクって思う人って、いや女って絶対にこのピンク好きなのよ。ただ自分の主観、自分の思考直視してない垂れ流しの思考の中で、派手とか、派手なんてそんなん全然主観やん、派手とかこう眩しいとか、いやいやこんなにね鮮やかでね華やかでねきらめいているものに抵抗を示すということはね、女であることに抵抗を示しているのよ。なぜか女って華やかで美しくて、もう鮮やかでキラキラして眩しいものだから、そういう生き物なんですよ女という生き物は。そしてもちろん安心感抜群、それが女なのよ。だから抵抗する人って女である自分を認めてないのよ。それがさすが沙織、この沙織さんが作ったものだから欲しいって言って買う人が多いのよね。沙織さんの真の女のにあやかりたいという、沙織さんが好きで沙織さんが作ったから買いたい人がほぼ買ってんの。別にだってこれじゃなくたっていいやんって、まあ高貴な香りはこれしかないけどね。つまりその沙織さんが作ったというフィルターで許せてんのよ、これを手にすることで。私めっちゃ社会貢献してるやん。だって女であることを許せなかった、女を象徴するものを手に取れなかった人たちが、沙織さんが作ったからというフィルターを使って手にできるようになってんねんで、こんなに美しい香水見たことありますか。キランキラン、金箔、これが美しいから、沙織さんが作ったからよね。だって他のブランドの香水使わない人半数よ。使ったこと、香水を普段つけてなかった人が買う率半数でもって、手にしてもつけれない人もまだまだ多いよね。まあ別にルームスプレーに使ってください。うちはお手洗いも車ももちろん私の寝室も当然置いてます。そしてコンサル生が言ってた、安心したかったからこれを香って寝たら安心してよく寝れたって。でしょうね。でもこれはコンサル生しかわからない沙織様の安心感です。つまり
これを、わ、めっちゃ、めっちゃ欲しかった。すっごい綺麗な色、超欲しいって言って書いた人って、ちゃんと女であることを受容できてるわけよね。え、もう派手、派手、みたいな。派手、いや、もうだってこれ特に若さの象徴です。私が20代の頃に大好きだったギャルブランド、ギャルメーカーよね、あれ。ギャルアパレル、アパレルメーカー、めっちゃ出してたもん。レオパードにバラ。いや、今でも私レオパードにバラ大好きだけど、こういう色使いじゃないけどね。だって私、ドルガバーが大好きだから、ドルガバー、頻繁に出すからね、赤いバラにレオパードって。もうね、若さ、若い女とかに抵抗する人は、もうこれに 100% で抵抗します。使うだけやのにな。見て美しい。開けて美しい。そして何が大事って、この、高いのよ、箔を入れるのは。そんなことはどうでもいいのよ、私は。この光の屈折、どこ映ってるかわからんと思うけど、この光の屈折とか、輝きの美しさ、この角度、様々な角度、これって主観でしか物事を考えてない人にとっては、こう、気づける人は気づけるよね、気づける能力のある人は。そして気づけるタイミングにある人は。で、私は常に箔を使っています。あ、ショップカードは今ないけど、はい。リミテッドエディションカード。パールファンをお求めの方にはこっちがつきます。ただちょっとこれクリーム色なの。これってサンプルのやつ。本当は真っ白です。本当はって。皆さんにお届けしてるのは真っ白。これね、クリーム色とどっちが箔が美しく見えるかなと思って、クリーム色も作ったのよ。でもやっぱ白やった。真っ白やった。これがつきます。似てるようで違うから。違うのよ。やっぱね、箔の中にこれはね、ラメを入れてんねんな。で、箔の種類は全然違うの。これ。ビジューエクランにつくのは、一つ前の動画がなんかで言ったよね、私。これです。できたの。で、またこれが私、すっごい素晴らしいなと思うのが、この色って、この、リミテッドエディションの前のクラシックバージョン、もう、作らないけど、クラシックバージョンで作ってた箱の箔と、ちょっと似てんのよね。これ、黄色い光の下やったら全然光らへんの。ツヤが出えへんのよ。角度を変えると輝くんだけど、上品な美しいピンク。品のあるピンクなの。これさ、並べてわかるかな？でも、ベースの色が違うからな。わかる？まあ、とにもかくにも、これも、これはね、ゴールドがまた違うの、種類が。この、ゴールドの箔押しは、この色、みたいな、決めつけとか私嫌いやねん、ないねん。っていうことを分かってほしいねん。この、買ってくれる人にはね。自分がゴールドの箔と思ってた色は、この色だけじゃないよっていうこと。なので違うんですよ。その、使ってる、なんか、その、箔なんていうのこれ、顔料な、何か、全然違うし、押し方も違うのよ。こだわってますね。いや、これ本当に美しい。マジで。いや、赤も大概私美しいと思うけど、白なのに、あえてちょっとマットなんよね。これは、白押しの、キラン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 です。もう存分に光ってくださいっていう感じなんだけど、ちょっとこれマットやねん。白押しなのにマット。いや、本当に美しいのよ。ただし、何度も言ってるけど、写真、映像、どんなに映りがいい映像でも、画像でも、絶対に伝わりません。この輝きだけは。光によって輝く、光の屈折によって輝きが変わるものは、どんなに技術が進化しても伝わらないです。絶対に。それが宇宙の真理だもん。宇宙というものは、光の屈折で成り立ってるから、この地球も。まあ、これは別に知らなくていいです。だって自分自身のことをさえうまくいってない人が、その光の屈折とか聞いたって、気狂うだけやもん。そればっかり考えておかしくなるんだけど、伝わらないんです、絶対に。絶対に伝わらない。ただ、光の屈折により、存在、物事を存在させ、光の屈折により物事がなかったことになる。これはもうもう普遍の真理。別に知らなくていいでさ、これ生きてればわかります、女を。
女を生きていればわかります。だから、手に取らないとわからないよっていうことです。手に取ってもわからん人もおるけど、それは見てない人、一方向しか見てない人、自分の思考そうよ、私はこんな人みたいな感じでこう見てる人はわからないよね。もうこれずっとできるやん。ダイヤモンドと同じですよ。ダイヤモンド戻ってきたの、脳診断してたの。同じに方、まあ、同じ輝きってないけど、じっと見てても。全然輝き方が違うから、まあ、自分の見る目、だから、うん、まあ、みんなあれですよ。この世の中、自分が見たいように世界を見てるんだから、私の人生積んでるわ、つまらんわっていうのは、自分がそういうつまらん世界を想像し、つまらん見方で、つまらんように見てるっていう、それだけです。かといって楽しく見ろと言って、そんななんかポジティブシンキングなんかしても意味ないよということで、何だった今日のタイトルは。何タイトルは。ええマジで忘れた。あ、間もなく実現することや。はい。ちょっと今日はね、新しいタロットカードに登場してもらう。さあ、選択。おーっとい。ひっくり返った。これひっくり返さんから。まもなくあなたが実現すること。まもなくあなたが実現すること。コミュニティにさ、この私のチャンネルの登録してる人。まあ、見てください。オンラインサロン投稿したコラムを全部載せてます、今日は。いや、今喋ったようなことやけど。あと、そう。メンバーシップの人は動画が上がってます。新しいやつ。新しいやつというか、ほんと最新の、メンバーシップ限定の動画って撮られへんのよ。なんでなんやろ？メンバーシップ限定で配信できるはずやのに。あ、私今日は最初からもう入れんねん。いや、オラクルカード。いや、女神気に入ってる。ということで、何日までの販売やった？これ25までやったっけ？なくなり次第終了。で、この方、これ、今日娘の部屋を一緒に片付けてたんよ。この方は、いや、これめっちゃ便利。私これ今何入ってたっけと思って見たんよ。チェックしなければならない書類。会社関係の書類やった。こう、見、済みって。はい。分けるやつ。で、何やった？あ、これは30日まで？でも売り切れ次第終了。終了です。で、動画。個人セッション動画多分今日まで、いや昨日までやったんか。終わりやんな。親子関係動画いつまで？まあ、クリックしてみてください。よう売れる。よう売れてるし、やっぱ虐待の方、まあ、教育の虐待やから何回も言ってるけど。支配とか虐待やから。虐待系の方は、めっちゃ評判がいいね。評判がいいというか、評判がいいです。買ってよかった系です。よし。ただ、それを見て自分慰めててもどうしようもないから、慰め動画じゃないからね、私が。販売してるのは。慰めるアイテムとして販売してないから、慰めても現実変わらんぜっていう。実現すること、何を実現すんねやろ。慰められて、ちょっとなんか、もっとかわいそうになった私とかになるよ。実現することでしょ？思うけど、まあ恋愛で積む人って、まあいいや。まあ積みたくて積んでんねんなって改めて思ったわ。積むようなこと。これやっぱね、私思うけど、女って思うけどというかもう断言してるけど、愛させてあげなあかんと思うよ。ほんで、愛させてくれる男を選ばんとあかんよね。好きっていうなんか感情、好きという。それになんか飲まれてるだけやん。全然愛してないやん。だってほんまに愛しとったらさ、で愛するということが、いかに愛せる人の存在
がいかに貴重かっていうことが分かれば、愛させてくれてありがとうってなるもん。私あのノートにいつも愛させてくれてありがとうって結構な頻度で書いてると思うねんな。いや本当にそうなんよ。あのそんなね、あの軽々しくね愛せるもんじゃないね。人を好きにはなれるよ。恋愛感情は抱けるよ。だから愛させて、そんなに恋愛テクニック本とかお好きな方々に向けて教えてあげると、あのなんか愛してやまない女になりたいんやったら愛させてあげればいい。それだけです。もうただ単純にそれ。つまりはそれだけ惚れさせてあげないとダメ。それだけ魅力を磨かないとダメっていうことです。でその人にとってじゃなくて、いや本当に愛せるってね、なかなかね難しいね。好きは好きでも愛してるかと聞かれたらそうでもないわってなるからね。はい、 A、B、C。 だからもう愛なんてものは皆さんが思うほど安易でもない。ただそこら辺にある。あら、いいじゃないですか、 A の人。まずあなた自身の愛に気づくが来ました。まもなく実現すること、あなた自身の愛に気づく。あ、出た、ママちゃん。ママちゃんこれもこの前あのなんか一つ前二つ前ぐらいに出てたやろ。リトリート、なぜ、なんでなんという質問をしなさいと私は言っている。いつもいつもこれ。ママちゃんって何を言ってたっけ。ママちゃんって呼んでるけど、ママちゃん何を言ってたっけ。ママちゃん、ママちゃんは何の人だった。あ、水の人か。ちょい待ち、感情移入しすぎたりしちゃダメよみたいな。あ、現在あなたの感情をコントロールすることは難しいです。恐れがあなたの人生のスクリーンに大きく投影されているからです。一旦その状況から離れて感情を水のように通過させなくてはならない。自分を責めてはいけません。自分を理解し愛することで恐れの感情を洗い流してください。自分をもっと高いステージに引き上げましょう。ということで、自分のことわからんってことよ。つまり自分を理解してないってことよ。実現することで自分を理解してないですっていうことが。でだからまあ自分を理解してないと知るんじゃないでしょうか。自分のことは自分が一番知らないと。最新のノート2つ前だった、読んでください。いや本当だから、どうしたらいいかわからんっていうのがそういうことやもん。だってどうしたらいいかわからんということは、どうしたらいいかが分かってないっていうことやから。もしくは絶対にあの自分がウエイトが大きいものを本当にどうしたいか、どうしたいものって絶対何とかする手段を見つけます。そして何とかします。それができないということは、まあ自分自身にかけるウエイトが少ないのよ。つまり自分自身にかけるエネルギーはすごい少ないということです。静かな隠れ家だって。一人きりになって物事をじっくり考え、やっぱ考えなさいってことよ。頭の中に雑然と散らかって実現化を妨げかねない想念をきっぱり捨てていて、内なる天の声が聞こえるように。あ、でもこれを言うとまたちょっとふわふわするから、あなたの内なる真実で適切な行動に導いてくれるでしょう。だって瞑想だって、外の世界から一旦離れて内面世界であなたの本当の考えや気持ちを見極め消化する時です。自分のためにそんな静かな時間を作れば、次は何をするべきかもっと明確な。同じこと言われてるよ。自分のこと知ってないからやん。自分のことを知りなさいやん。多分これも同じこと言ってるよ。わーい、わーい、わーいのわーいじゃないからね。135、動機、息切れ、休診の動機じゃないです。
135。え？めっちゃページ飛ぶやん。めっちゃちっちゃいやんじ。この夜のね、目が疲れた時にはね、厳しい。目的を加速する動機。動機を知ることの力。もうさ、困難もさ、全部自分知りなさいよ、言うてるやん。あなたの動機を理解するための絶好の機会です。あなたはなぜこの質問をしているのか、なぜこの答えを探しているのか、なぜこのように行動するのか、そして最も大切な、なぜこの選択をしているのかについて明確にするように求めています。これ絶対私のノートとか読んで、インスタも見て、もう絶対視聴者やろ。A 選んだ人。はじめましてで A 選んだ人はもう、遡って私の動画から、ノートから、インスタからも全部読むべきです。いや、インスタはなんかちょっとファッションと食べ物しか載ってないけど。ストーリーズにはいいこと言ってる。理由を明確にしたとき、あなたの目的は奇跡を引き寄せるでしょう。動機によって何かを考え、感じ、行動するといったあなたの経験の本質が明確になります。あなたの行動は過去の未解決のままの問題に動機づけられているのかを理解する時期。どうしてこのように感じるのか、なぜそのように言ったのかと自分自身に尋ね、時間を費やして内観すれば意外な答えが返ってきます。最終的には人生の意義を愛されることです。奇跡。つまり自分の願いを深く理解し、なぜ、自分自身とパートナーのなぜという最も強力な質問をしてその方法を明らかにしましょうと。あ、でもこれいいこと書いてんねん。豊かな人生を成功す、あ、想像するとき、目的意識に導かれていますか？またはお金を稼ぎたい、物を手に入れたい、将来のために節約したいという必要性に導かれていますか？動機は善でも悪でもないけども、あなたが気づいてない義務を自分にジャッジジャッジ必殺ジャッジ。あなたが欲しいと思っているものを望んでいる動機を明確にしましょう。これさ、お金を稼ぎたいっていう人って、お金を稼ぎたい動機が明確じゃないよ。何々が欲しいから以上やねん。何々したいから以上やねん。絶対にそんな動機じゃないねん、お金を稼ぎたいとか。愛されたいもそうです。無意識のうちに真実を否定すると、あなたが意識してない目的に沿った結果に導かれる。なんか人生積んでる人はそうやん。人生積みたいと願って積んでる人ってまあまあ少ないと思うねんな。すごいわかりやすい。過去にあなたを拒否したパートナーと再会したいとします。それはあなたがあなたの愛が今も変わらず強いと信じているからですが、本当のあなたの願いはその人に捨て台詞を言うことかもしれません。あなたの選択の動機を深く自己分析する時期です。動機を見出せばあなたは自由になり、あなたが求めている幸福により一層近づく。だからこれは沙織流に翻訳すると自分を知りなさいってことよ。愛されたいとかって言ってる人って愛されることが目的ではない。動機が全てやから、この世の中って。で、自分が知ってるのは動機。今例に出した、復縁したい。それはなんかまだあの人のことが好きやからとか言いつつ、本当は捨て台詞を言いたかっただけっていう、これって自分で気づいてる人ってほんまに少ないよ。なぜか感情に飲まれてるからです。感情に飲まれてるからです。こんなんもう自分を知らなあかんや。まずで実現することってもう本当に自分のことが何やわからんようになるってことよ。で、何やわからんようになったその先や、何やわからんようになってわからなあかんわ。分かろうとやっとするんじゃないですか。やっと行動するんじゃないですか。正しい行動を。いや、私は分かろうとしてきたって、意地っ張る人ってのはほんまに分かろうとしてへんねん。正しい努力をしてないのよ。間違った努力をしたって、間違った結果しか出えへんねん。だって、サッカーでワールドカップに出たいって言ってる人がずーっと素振りばっかりしとっても、ワールドカップには出られへんねん。でも何も疑ってないからずーっと素振りしときゃワールドカップに出れると思ってんねん。皆さんもそうですよ。自分を知りたい、何とかしたい、愛されたい、まあ、ずーっと全く違う素振りしてるようなもんよ。サッカーでワールドカップに行きたいのに行かれへんやろ。それわかるやろ。それをやってんねん。そんな大げさなって思う人はもうそんな大げさなんでいいです。そのままずーっと積み続けてください。
この自分は、私は私のことをほんまに知らんねんな。どれほど知ったかしとってん。っていうのが、自分の愛に気づく一歩やからね。だってこれが自己肯定もん。だからって、これを聞いて、ちょっと無能な人は、私は私のことを何にも知らないってアフォメーションすんねんけど、いやいや、ほんまに知らんっていう、何を知らんかったっていうことが明確じゃないとほんまに知らないっていうのは分からんから、何が起きるかというと、また知ったかします。私は私を知らないって。で、なんなら被害者面する。で、知らんからまあいっかっていう、知るという好奇心がなくなんねんな。自分が全てやのに。で、この先を、もう分かったで、ほんまに何にも知らんねんっていうのと、問いかけなさいって、Y が来てるから、多分本当に知りたくなんねん。Y、なぜ。で、動機っていうことは原点ですよ。原点。動機が全てです。例えば、よくあるパターンで、まあ、人生積んでる人って誰かに復讐してんねんけども、基本的に。その原点が何かっていうのが分からん限りは、復讐なんて終わらんからね。終わらんし、一番なんか汚いとこ、自分が汚いと思っているところ、ジャッジしているところは、そこを受け入れるのが自己肯定やからね。なんかちゃんちゃらおかしい、自分の都合のいい、これはいい、愛されてたらいいみたいな、なんかそういうとこを、なんか受け取るの受容するだけ。でも普通に自己否定よ。真実を皆さん言われてたやん。で、何を実現しますねん。かといって、また、なんていうか被害者意識がそもそも強いからさ、こういう自分を知らない、知ったか、自分知ったかぜって。何でもかんでも今度自分責めに入んねんな。入んねん。もしくは責められてるぜになんねん。まあ自分で勝手にやってんねん。けど責められてるぜをやってる限りは淡々と客観視っていうのができないからね。光の屈折。原理をよく知ってる人は本当客観視が上手でございます。でもワンネスだとかそういう宇宙の法則だとかって自分自身のことが自分の主観を認められて客観視もできてそれも認められてっていうその先にあるものやからね。自分のこと知らん人がワンネスワンネス言うたって何のワンネスか思うもん。あ、新しいタロットカード使ってあげんねん。実現すること。またこれ映画いけてないね。私なんでこれ買ったんやろ。フェアリーちゃんと同じシリーズやね。フェアリーちゃんでいいやん。なんで浮気したん？浮気ってこういうことやね。なんでやろ。なんでってなんねんな。浮気はね。浮気は、浮ついてるからよね。浮ついた気持ちやからね。本気じゃないから。実現すること、A の人が。この、なぜかを知りたくなるという。まあ、この絵がそうよね。なんでっていうのをこう、ちゃんと知ろうとしてるもん。知ったかしてないもん。知ったかエンジョイしてないもん。出たらいいんじゃ。このね、忍者もね、っていうか、このタロットカードの何があれって、もうシャッフルめっちゃしにくい。実現することやで。もうこの辺りでいいかな。あなた使いにくいわ。こういうこともあろうかと。実現することやんな。実現することやんな。こっちや。ダブルデッキ。いや、ダブルデッキ。シングルデッキで読む人とか、こう、自分が決めた枚数だけで読み切る人ってすげえなと思って。ただ、その綺麗事を言わない人ってやっぱりな、どんなにいいリーディングしてても登録者も再生回数もそんなに伸びてないよ。私この人はすごいなっていう人が何人もおんねんけど、その
リーディング動向とかじゃなくて、喋ってる内容動向とかじゃなくて、教科書通りもここまで行ったらすごいなっていう人がおるんよ。もう淡々と、自分の感情は一切なく、本当にお手本みたいなリーディングをするのよね。まあ多分、だからもちろん綺麗事は言わんやんだ。着地を決めてないんやから。だから伸びひんねんなと思うんだけど、本当に淡々とマジでタロット講座したらいいのにっていうぐらい、あれがまさに占い師よ。っていう人がおんねん。私その人のリーディングはすげえと思うけど、できない。できない。すごいよね、本当に。さ、最高。実現することをエンペラーに補足。ハーミット。ハーミットはでも納得すんねんな、私。それだってなんでなんて、この静寂に身を置けとか瞑想しなさいとか考えなさいとか。で、まあ自分のことを知りなさいってこと言われてんねんから、それハーミットしなあかんねん。もやハーミット以外何すんねんって感じなのね。はい。カップないと、ういっしょ。ジャスティスに1枚。カップのキングも出てるし、ちょっとこれなんかカップのキング補足。お母さん、お母さん、ちょ、お母さん補足。おい、あ、お母さんってペンタクルのクイーンやん。普通にお母さんやん、これ。参加におるやん、こんな人。学校の。いや、私は学校の参加に行かんけど、参加におらんかった?こういうお母さん。同級生の中に一人は。お母さんか。まあ、お母さんだらけやん、世の中。やっぱりな。ちょっとここ立てるって展開します。はい、ソード9。え、こんなに、こんなに分かりやすく出るん?すごいな。やっぱこの A を選んだ人、絶対私のマニアやろ。ファン、ファンタスティック。いや、ファンとファンタスティック一緒にするんだって。不安やろ。不安。もうだって限界やん。昨日の満月でもやられた感じやん。はい。ソードの9補足。はい、カップ4。カップ4にも補足。よいこらせ。やっぱ出た。カップ6。もうなんでこんなわかりやすく言ってくれるん?仲がいいのね。よし、カップ6補足。もうこれ、A の人は私のノートを読んで、YouTube も見てきて、沙織山村の思想、幸せにしかならない生き方を知っている前提で読みます。なので知らない人はまあ違う選択肢見てか、興味を示した人は顔見、それからちょっと辿ってください。もうこの1週間沙織山村漬けで、どうぞ。エンプレスリバース。不倫してるでしょう。もしくは不倫した経験があるでしょう。まず持って不倫まで至らなくても、妻子のある人を好きになってんのみたいな人いるでしょう。まあ全然叶わぬ恋ですよ、当然ね。
現在進行形で不倫してる人もまあいるかもしれないですけれども、何よりもなぜあなたが不倫に走るのか、これ不倫してる人はだよ、不倫してない人はちょっと出番が来るまで待っといて、なぜあなたが不倫に走るのかっていうことをちゃんと明確にした方がいいんじゃないでしょうか。で、当然この縦列が言ってきてることは全部親子関係、綺麗にずっと過去のことの引きずってること、そしてこれ母親との関係とか、母親と娘は当然何かしらありますねん、じゃなくってこれ両親両方とも言ってきてるよ、綺麗に。まあもうこんなんあるあるやねんけども、あれあれやねん、こうできなかったお父さん、貧乏育ちはおらんと思うねこれ見てる人で。多分かっこよかった、出来の良かったお母さん、絵に描いたようなお父さん、またはお母の方が強くって存在感がなかった父親。つまり理想の父親像を追い求めて恋愛してんねんな。で、うまくいかんのよ。これ本当に自分の父親みたいな人を選んでる、求めてんのかもしれんし、こんな父親が良かったを求めてんのかもしれんけども、とにかくこれ父親と母親の影響大。でもって お母さんこれ出来が良かってんて。出来が良かった風。出来が良かったように見えてたんじゃない？お母さんにも叶いませんよと。か、お母さんが出来がいいふりをしてた。ちゃんとしてた。ちゃんとしなあかんって。まあ、つまり苦労と我慢と忍耐と、みたいな。まあ、そもそも夫婦仲は良くなかったでしょうよ。という、不倫する人って、父親をずっと求めてるから、父親からの愛みたいな妄想、幻想を。いや、不倫する人全員がそうではないよ。全員がそうではないけど、そうなのよね。あとは、やっぱり女が嫌い。女が嫌いなの。いや、私女の人好きよ。沙織さん好きよって言っても、いやいや、女という生き物が嫌いなんですよ。こんなさ、ザ・女っていうこの女帝、メスメスシーのリバースさせて、その上に、綺麗にデスをかぶせてきたから。女は生きてない。女が死んでます。そんなそう。女帝が死んでる。女が死んでる。女を殺してんの。女を殺して生きてきた。生きている。今。なあ。ということは、目的なんて当然女を生きたい。なんかどっかのオラクルカードで私読んだやん。人生の目的とは愛されることですって。いやいや、自分に愛されることです。だから自分の中の愛に気づく。それって、単なる手段だからね。だって自分の中の愛に気づいて、愛だとか愛を受け取ったって言ったとこで、自分が自分を愛せなかったら気づいたとこでやん。目的じゃなくて手段で終わりやん。手段で終わり。動機が全てっていうのはそういうことよ。愛に気づきたいのがゴールなのであれば、愛に気づいた瞬間終わりですよ。で、自分を愛したい人が、ゴールを愛に気づきたいにしてたら、もうそこで終わるよ。そこで愛した風になんねん。実現することやろ？実現することで、これが出てきてんねやろ？で、とにかくまず、もう実現したやん、今。親との関係が終わってないやん。っていうことがようわかるやんってことと、女が死んでるよっていう、女を殺して生きてますぜっていう。こんなん 100% 当たるもん。だって YouTube リーディングサーフィンしてる人とか、世の中の8割ぐらい女殺して生きてるやん。女は生きてないもん。あ、私の視聴者数、そうで言うと、40代から50代、60代までやけど、女も、だったら 98%。98% よ。これ映画違うだけで書いてること一緒やねんな。浮気は良くないね、本当に。浮気は良くない。そう、なんかな、
暴走してんねん、これって。いや、書いてることは一緒でもな、伝えてることが違うねん。まあ、浮気にもいい面はあるわ。受け取れたらね。暴走してるん。暴走してるのよ。なんかね、自分を愛さなければ、みたいな。愛さなければがもうすごい強いんよね。この人を愛さなければ。めっちゃ強いんよ。愛さなければで愛してたらな、世話ないって、愛させてくれてありがとうっていう言葉がな、無条件の愛の女神の沙織から出んねんで。そんなね、愛さなければとか、愛しますで愛せるもんじゃないねん。いや、ほんまにそうよ。私、復縁を迫られても、その気がない人にはもう言うセリフは決まってんねん。いや、そんなこと言う前に、あなたが魅力を磨きなさいよって。沙織に愛される自分で出直しなさいって。ちゃんと愛させてよっていう。そこですね。え、何の話って？いや、だから愛させて、とか愛そう愛そうとか言って、なんか暴走してもないよっていうこと。で、ジャスティスがリバース。なんかさ、これさ、今なんか付き合ってる男とかがいる、もしくは離婚を考えてる人やったら、まあ、離婚した方がいいんじゃないでしょうか。私のせいにせんといてや。離婚した後の展望、離婚した後のことが、より鮮明に考えられるんじゃないですか。だってここが明確になるんだからね。なんつうかこれなんか恋愛パートナーシップ親子関係やり直しって感じだね。もうやり直しって感じ。うおー、びっくりした。木の中に川あるやん。私のインスタのストーリーズ見てる人知ってると思うけども、私木目無理やん。とにかく家中の木目を排除しようとしてるやん。もうそれ本当にさ、まあまあいっかって妥協する人だったら妥協すると思うけど、私もう1ミリの木目も無理やから、木目の排除をね、いや完成していけばしていくほど木目が邪魔なんよ。でここもここもここも全部すごい大変なの。階段がなんか、まずだって階段が木やからな、階段全部ガバッと行かれへんのよ。階段のね、木目の排除すごい大変。かといって、なんかシート貼って DIY みたいな、楽天で買えるみたいな、ニトリで買えるみたいな、そういう安いことはせんから、家剥がれるやろ。だからすごいね、大変なの。その工程が一つ挟むだけで、一週間ぐらい遅れるんよね。まあいいんだけど。私時間かかってもいいから、のうち気に入ったやつが納得が欲しい。私のそうそう、だから時間とお金、どんだけエネルギーかけてもいいから、私はもう自分で納得したいのよ。その対価としてお金を払ってますよってこと。でやればやるほど高くなる。で何が伝えたいん、これ何が伝えたいんか自分でよう分かってないよこれ。はい、はい、ハーミットもう一回か。ハーミット2枚目。もうよう分かってないねん。あんなこれな、見てないねん本当に自分を。っていうか、目の前の現実を見てないねん。現実を見るっていうことは、自分の現実を見るやねん。他人の現実、SNS の現実を見るんじゃないねん。っていうことは、当然自分が育った環境も見るってこと。現実を見るって。自分が愛されてこなかった、もしくは愛されて育った、何でもいい、何でも人それぞれやん。それを受け入れるっていうことやねんな。現実見てないねん。ないやねん。つまらん言ってんねん。それに気づくんじゃないでしょうか。実現することでしょ。
暴走しすぎカードが出てるやん。これなんか、愛さなければの暴走もそうだけど、人生においてなんか、天職がとか、使命がとか、ちょっとわけわからんこと言ってる人とかは、一旦ちょっと暴走収まんねん、これ。暴走してんのが立ち止まれる？休めてなかった人？日本人休むの怖いからな。休むの怖い怖い病。休めなかった人はちゃんと休めるようになるんじゃないでしょうか。仕事辞めたい人は辞めれるよね、これ。でも仕事を辞めてしない自分には価値がない。休んでる自分には価値がない。怖い怖い病のままで辞めたところでやからね。まあいいけどやってみれば。で、これな、自分自身の回復に努めなあかん、やっぱり。これじゃあ、回復に努めなさいが出るってことは、やっぱ積んでんねんな、飲まれてんねんな、何かにな、やっぱ自分知らなあかんで。そういう時間が取れるんじゃない？やっぱ立ち止まれるんじゃない？やっとこさ。今までの立ち止まるとか、そういうのではなくって。その暴走してきたでしょ？こうやって。知ったかエンジョイして。こう、過去を引きずり。過去に縛られ。感情に流され。自分自身の。その暴走が止まるんじゃない？一旦。でもこれがな、たったこれだけって思う人はもう見やんでええよ。サオリヤマムライズムに乗っ取ってない。たったこれだけじゃないよ。感情に飲まれ、過去に囚われ、過去に縛られ、自分自身を見失って生きてきた。え、それが一旦止まんねんで、暴走が。めっちゃ大きなことやん。こんなにも過去に縛られ、暮らしてきて、テレサテン。そして、感情に飲まれ、自分自身を見失い、もう海の波にずっと巻かれてるみたいな感じ。そのような状態だったのがやっと陸に上がれるんじゃないでしょうか。そしてソードのエースが来た。ソードのエースが来たのよ。ソードのエースの中身教えて。いや、大きいことだよ。だってこれが実現するってことは、そもそもやってきてるから。そもそもやろうとしてる。自分の人生をより良くしようとしてるからこそ、暴走が止まるんだから。だって知ったかエンジョイはずっと知ったかエンジョイするもん。どこかで止めようとしなければ、自分が止めようとアクションしなければ。ソードのエースの速、スター、いいやん。もう一丁。もう一丁。ランドネイス。もう出てきた。まずね、これね、バラが4件出てきたやん。これです。もう、これ。これを、どうぞ。もうこれ、決まってんねん。もうこういうのは決まってることやから。これは、ちょっとよくって、まず、自分の、が何を願ってるか、叶えたい夢がわかんねんな。明確になんねん。でもそれが、今はこうかもしれんよ。ステージが変わるともちろん叶えたい願いって変わっていくからな。だってそれは全部叶っていくから、ステージが変わると。ステージが変わるってそういうことやから。現時点でここを終わった後よ。その時点で今だから、今とは違う。今願ってるものなんて絶対にこの、ここを終えた時に同じことじゃないから。やった人だけわかります。経験談が全て、実体験が全て。これな、自分の願いをな、ちゃんとわかんねんな。そしてその願いが、本当に自分が願っている真実だと知るねんな。だから大切にしますよね。叶えようとしますよね。そうなってくると、気が散らん。あっちこっち、あれもこれも、どれもこれも、あーきゃ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 ならない。もうこれって、この一本、本丸だけに絞れんねんな。大体さ、自分のことも知らん人がさ、あれもこれも叶えようなんてさ、ないかなったん？かなったことあるん？いっぺんに。ないやろ？この、だいたい、本当に叶えたいこと？
で、優先順位つけたら1個やで。で、優先順位の高いものから実現していく。絶対に人は。なので、愛されたいっていうことを実現してないってことは別に優先順位高くないんよ。だってそうじゃない？ほんまにお金ないわって言っても、例えば競馬が好きな人ってお金ないわって言いながら絶対競馬に行ってるやん。競馬のお金はあるじゃない。めっちゃお金ないねんって言いながら、コスメ大好きはずっとコスメは買うじゃない。だから自分が優先してるものは、にかける時間とかお金とか絶対入ってくるのよ。という原理で、愛されることが最優先だったら、絶対その現実に向き合うのよね。叶ってないってことは別に優先順位1位、それじゃないねん。または、誰かがやってくれると思って、自分がやらんでいいわって思ってるか。他人に期待してるものを自分が願っていて、誰かが叶えてくれると思ってるものはもちろん優先順位は下がるからね、当然叶えにくくなります。願いは全て叶えるって決めてるから、私は。この辺はよう知ってる。よう知ってるって情報とか知識じゃないよ。実体験。やっぱりこれ一つやね。一つだけやね。あなたが願ってることは一つだけです。一つだけなの。それが明確に分かります。まあ、私はこの展開でもう見えてるけど、言わない、それは。自分で考えてください。なんでなんて言う人は知らん。コンサルを受けたらいいです。コンサル生には教える。この展開になった場合は。これでしょっていうのを一言で。それが、だってギャラリーと、沙織山村と直接コンタクトが取れる、コンサルの違いでしょ。もうこんなん明確だもん。何が本丸なのか。もう本丸っていう言い方よ。何が本当の願いなのか。だって明確だもん。こんな分かりやすく出てるのに。忍者みたい。で、ワードのエースが出てきたから間違いないです。願いは一つ。今あなたが願ってることも全部嘘やで。それは全部叶いません。それが実現します。だって別に叶ってほしくないもん。し、別に願ってもないことが叶ったところで、私の願いが叶わんって言い出すだけやねん、ずーっとずーっと。まさか満月昨日願い事書いたん？それはね、ほんまの願い事ちゃうから。で、見返したところで私はほんまに願ってるって言うねんな。願い方が違うねん。願い方を間違えてんねん。満月で願い事書いても叶わん人って願い方が違うもんだって。つまり、なぜ自分がそれを望んでるのか？動機？なぜなのか？根本が違うねんから、願い方も間違えるってそりゃ。でしょ？なの。で、何やった？実現すること、今の願いは叶わん。だって叶うことを望んでないもん。で、叶ったら困んねん、逆に。なぜか、もしそれが叶って、いやー叶った、キャンキャンキャンって言ってたら、自分の願いはそれだと思って信じて疑わなくなるから、ますます。ますますと。で、ほんまの願い、ほんまに自分が求めてること、ほんまに渇望してること、ほんまに望んでることが、叶わなくなる。叶わなくなるっていうか、気づかないもん。で、叶ったって、なんか3番目、4番目ぐらいを、叶えていくねん。まあ、恋愛で言ったら3番目4番目の女ですよ。そんなこと望んでないでしょ。オンリーワンがいいでしょ。ただ女を生きてないとオンリーワンよりもナンバーワンがいいっていうねん。一番になれなあかんっていうねん。なんでやねん。誰が順位決めんねん。もう私ここやねん。負けたくないとかさ、負けず嫌いとかさ、なんかこの優劣をつける人で誰が順番決めるの？その自分がつけた優劣に対する採点は誰がするん？誰も採点できひんのにさ、なんなん一体その、
勝ち負けにこだわってる人ってさ、どういうことで1番とか2番とか誰が採点するん？自分でしょ？自分でしかないやん。自分の中のじゃあ狭い世界やん。その中で優劣をつけてるから自分の世界は変わらんねん。現実一切変わらんねん。ああ、悪化はしていくよ。触り語で言う、変わらんねん。同じやねんって、劣化、退化。やから、そりゃそうよ。人間だって変わり続けないと、現状維持ってだって普通に退化やん。退化しかないやん。現状維持するのってめちゃくちゃエネルギー使うからね。だって、ね、日は、待ったなしで、一日一日過ぎていくねん。その分重力浴びてる、重力に引っ張られてる時間が長いねんで、確実に退化しますよ。体はどんどん老けていく。どんどんたるんでいく。どんどんシミも出てくる。B。B どっち？私これ、A と B ってどっち置いた？あ、B と C。間違わんように置いて、まあいいか。これも運命。また？あ。一つ前のリーディングで出ました。開花。はい。はい。実現することをクリーンエネルギーフード。ビルディングブロックス。ちょっと女神様、微妙に惜しいねんな。家庭、今日は心地よく家で休んでほしいと女神ヘスティアが伝えている。あなたが本当の自分でいられる時すべては調和します。だから自分生きてたら、だからいつも調和してるって。あなたの家をよく眺めてみましょう。お気に入りの美しいものたちがありますか？掃除をすること、家の世話をすること、必要な用事を済ませることがあなたへの課題です。受ける。それは木を切り水を選ぶという禅の教えの通りです。小さな仕事に集中していると大きい問題に対する答えが自然に見つかります。本当の自分自身でいるとき、世界中があなたの心地よい我が家になるのだと。ね、これ部屋散らかってる人を片付けて、なんかいろんなものを貯めてるときは、貯めてる人は貯めて。あなたの家や職場にはガラクタが溢れていませんか？嫌な思い出のあるものや洋服を手放さずに持っていませんか？あらゆるものにはエネルギーがあり、それぞれの物語を語るのです。きつくなったズボン、こっからバリバラけるわ。きつくなったズボンを見れば自分のことが恥ずかしくなります。別れたパートナーからのプレゼントを見れば失望や怒りが蘇ります。あなたがまだ手をつけてない本はあなたをせかします。このような耳障りな音を誰が聞きたいでしょうか？だって家を徹底的に掃除してほしいと。ガラクタを片付け、スペースを空けてくださいと。あなたの心の中も掃除しましょう。あなたのためにならない古い話でそこも散らかっているかもしれませんと。つまりスペースを空けなさいやから断捨離しなさいよね。で、な、断捨離ってな、物さえ捨てればいいと思ってる人多いけど違うよ。断捨離は本当に違う。そういうことじゃないねん。ただ思考も断捨離しなあかんよねっていうこと。思考の断捨離をしなさいよ。だし、物を握りしめてないかっていうこと。で、あと古くなった情報。あ、つまり今までの自分の価値観ですよ。教えられた常識とか、もろもろ。だから常識に沿って生きてる人でさ、めっちゃ幸せな人っておる？めっちゃお金持ちっておる？おらんやん。そういうことです。エネルギーの綺麗な食べ物だって。あなたの心身にエネルギーの綺麗な食べ物を補給することの大切さを教えるためです。オーガニックな栄養摂取だって。ああ、健康的な食生活で自分のケアをしっかり行えば、エネルギーと集中力のレベルが上昇します。まあ、確かにこれはこうそうなんよ。
麗な食べ物にお金をかけることを選択すれば、あなたの豊かさは直接その恩恵を受けます。健康状態と生産性と問題解決能力が向上するからです。オーガニック推しやけど、これ言われてんのってエネルギー綺麗な食べ物もそうやけど、空気もそうやし環境もそう、自分の中のエネルギーを整えてやねん。要は部屋掃除して言われて、あの綺麗な食べ物食べてって言われて、こう生活乱れてるやん。まず生活がこんなに綺麗に出てくる？だって断捨離しなさい、掃除しなさい、徹底的にって言われてんねん。でいいもの食べなさい、エネルギーいいもの、クリーンなエネルギーにお金をかけなさいって。何食べて生きてる？逆に。いや私別になんかオーガニック推しな人じゃないからさ、そこまでなんかそんな徹底的にマクロビーとかする必要はないと思うけど、食べ物をケチるのはダメよ。食べ物にお金をケチるのはダメよ。だってケチったエネルギーやで、ケチった波動やで。物にはエネルギーが乗るってそういうことやから。基盤を作る、頑丈な基盤、進行中の素晴らしい仕事、あなたには素晴らしい人生を実現するためのものが全て揃っています。あなたの基盤となるもので焦点を当てる時期です。あなたの仕事、人間関係、そしてあなたの存在自体は、あなたの価値観、倫理、モラル、核となる信念に基づいています。もうほんとこれあなたの存在自体、あなたの価値観、倫理、モラル、核となる信念に基づいています。つまりあなたの思考に基づいてるのよ。それは今でも本当ですか？それは長続きしてあなたが人生を送るための確かな基盤として役に立つでしょうか？今あなたはすでにポジティブな影響を与える変化を起こしている途中です。このカードは正直さ、謙虚さ、はっきりとしたコミュニケーション、そしてお互いを知りたいという心から願いを基盤にした環境、人間関係のこと言われてるやん。正直さ、謙虚さ、はっきりしたコミュニケーションって当たり前のことやけど、当たり前のことができひんのが常識にとらわれた、常識を知らない常識人。あなたが望んでいる豊かな人生を作り出す過程で、あなたは鉄を金に変える必要なものを全て持っています。夢を持ちましょう。豊かさは絶えずそこにあること。あなたの創造性は神によって、あなたは成功する運命です。人生の基盤に、あ、ここです。人生の基盤の欠落に対処する時期です。おそらくあなたの価値はすでに変化しています。あなたの信念を強化し、あなたの人生のビジョンにもはや役立たないことを手放す時期です。もうこっち、これも断捨離、断捨離。古くなった部分を取り除き、核となる精神力、精神的な力と誠実を強化しましょう。意識を刷新して高めることが求められています。今正直になる時です。とにかくなんかあなたは成功しますよとか、こうあなたの運命はとても美しくデザインされていますよとか、一応いいことを綺麗事は述べてねんけど、これすぐ綺麗よと言うからけど、まあ言いたいことは全て刷新してくださいと、疑ってよっていうことよ。あと精神的な力と誠実さを強化しましょうとか、素直に正直になる時です。で、だから自分に嘘ついてんねんな。あと、メンタル弱いね、メンヘラ、メンタルが弱いのよ。あんな精神的な強さってな、まさにここ言われてんねん。強く美しい。で、別に打たれ強いとかな、何言われても何にも気にしない、そういう強さとか、そういうことを言ってるんじゃない、ね、女の強さって。いかに弱さを認められるかやねん。いかに弱さを愛せるかやねん。そこやねんな。いかに自分が嫌なところを愛せるか。もう嫌なところを愛しますとか言って、なんかずっと依存してる私は嫌って言って、依存を愛すってそれまたちゃうで。全然話がちゃうし、もう会話にならへんから全然違うねん。でもって自分の行いを許すんじゃなくて、そこにある自分の感情やからね。感情を許すってことは受容するということよ。かといってなんかあいつにムカついた私のことを許しますとか言って、ずっとなんか24時間誰かにムカついてるとかは、
もうそもそも論点が違う。それであなたは心地いいのかって、快適ですかっていう話を。結局な、不快なことをしてるからこういうことが出てくんねん。自分の人生で不快を選択してんねん。部屋掃除せえってこと散らかってるんでしょ。めっちゃ汚いやん。で、食べ物、いいもの食べなさいってことは別に美味しいと思ってない。食べたいもの食べてないでしょ。オーガニックとか別にどうでもよくって。だってオーガニックのものを食べて別に食べたくないものを食べ、オーガニックだから、グルテンフリーじゃなきゃダメって言って食べたくないものを食べとったら一緒やもん。結局不健康やもん。食べたいものを食べてるってこと。あと味わってもないと思うけど、こういうのが出てくるってことは。ただマジで食ってすごい大事で、食というか体に入れるもの、そしてそのマインドよね。マインド、その域に及んでないのに、精神的に成熟してないのにマクロビとかにハマるとどんどん老けていくやん。マクロビやってる人って本当に不幸そうな顔してるやん。順番逆やからよ。強烈に美味しいものが食べたいわってなるときあるやん。じゃあ私そろそろあのマジで大好物食べに行かなんか。いや私もうパターンなんよね。私がお菓子を欲するとき、もう仕事にこう、仕事に一番集中してるとき、お菓子を欲するねんな。そういう時って美味しいもの食べてないね。美味しいと感動するものですよ。そうやね。すごい分かりやすいよね。で、それをなんか本能的に察知するから、もう無意識で、私またあの必殺佐藤錦さくらんぼね。いや、あれ美味しいね。あ、楽天ルームに載ってます。あの概要欄に貼ってる。あそこのちょっと違うやつがあって、もうちょっといいやつ、それを頼み、あの下の子が生ハムが食べたいって言うから、生ハムが好きやねんな。でも私あのそのスーパーで売ってるような生ハムって臭いやん。美味しくないでしょ。で美味しい生ハムを買い、で美味しいバターがあるのよ、それを買い、もうね、食から整っていくねんけども、であの部屋が乱れてると食が乱れます。絶対になんかその状態でしょこれ、ね、思考が乱れてる。あと休まなんからね、この状態はね。断捨離気持ちいいけどな。もう私断捨離大好きやから、娘ずの部屋断捨離したわ。めっちゃ、そしたらもうあの長女は気持ちいいよ。なんかあの宝物ボックスみたいな感じで、あれ何やった、シャネルやったビトンやったかの箱に入れてるやつ、これどうするんって聞いたら、よしおめえ切ってとか言って、中身も開けずに全部捨てとったわ。次女は一個一個確認すんねん。ほんでこんな汚い、なんかもう私から見たら汚いバービーのなんか髪の毛切りまくったやつみたいなのとか全部いるっていうねん。次女はそういう子全部いるっていうの。絶対全部髪の毛切るんよね、もうちっちゃい頃から。でも全部いるっていうから、もう全部置いといていいよって。ぬいぐるみとかも、だってこんなんどうするんって、全部いるねんって。でもそれ以外は気持ちよく捨てとった。なんかあるんやろな、あのぬいぐるみだけはもう絶対捨てたくないっていうよ。ただ人ってそんなことを言いながら、子供たちがおる間に人形とか捨てても子供たちって気づかんのよ。え、そういうもんなんよね。いや、今は捨てへんよ。今は自分たちで選んで捨てるから、ちっちゃい頃よ。さあ実現すること、
緊急事態宣言と見せかけて違うわ。やっと女の子が出てきたんじゃない？エンペラーが出んねんな。同じおっさんちゃんこれ。おっさん同じやん。え、このタロットカードめっちゃおもろいやん。え、これおっさん同じ、同じ糸やん。え、エンペラーも運命のはもう同じおっさんなん？え、同じおっさんで表現してくるの？おっさんやんじゃあテーマ。そうなん？え、しかも大天使ミカエルで言うてるけど、いやミカエルのこんな腕組んだおっさんなん？いい。びっくりした。もうなこういうの本当にやめてほしい。私はあのこの人美しいわと思って、怖い、もうやだ。実現すること、ムーンのリバース、めっちゃ睨んでるし、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いやんこの子。どんだけ睨むねん。さあ、パスパス補足を。え、これ大天使で言ってくるってこと？エンジェル？だから私買ってんのか。あ、だから名前で浮気？ネーミング浮気？そういう、ネーミングで浮気？なあ、私このペースで C までいけるん？でも C なくし？うん。リバース、補足。え、だってこれめっちゃ撮ってるで、もう1時間やん。あ、緊急事態宣言リバースだ。ペンタクルの4補足。いや、待って、この、ムーン緊急事態宣言。え、でも、部屋散らかってて、思考も散らかってて、もう古い価値観にずっと飲まれてる。でしょ？で、自分のその信念、ほんまにって。ずっと握りしめてないって聞かれてんねん。握りしめが出てきてんねん。はい、補足。これ部屋散らかってるというか、ほんまにこの進むところを大事にしてないのよ。別にな、あの部屋が散らかってようが幸せな人は幸せやから、ただこの古いエネルギー飲まれてんねん。やっぱそうやねん、エネルギー言われてんねん。古いエネルギーとかいらなくなったものに飲まれてるってことは、エネルギーが分散してんねんな。ちょうだいに補足。これなんかもう美しくバラで書いてあるけどさ、あの物乞いカードやから、節制のリバースヨーデル、なんでや。実現すること、ペンタクルのクイーン、ペンタクルのクイーン、お母さん、お母さん。でもこれ、あの生み出してって言ってるから、もう生み出してやね、もうお母さんやから生み出してやね、生み出してやから、ペンタクルのクイーン、これ普通のお母さんじゃないのに言ってることな。なるほどね、面白いこのタロットカード。さあ問題はここやん。同じおっさんがエンペラーと、おっさんが運命の輪の中に入ったんかいな。おっさん
おっさんに補足状大丈夫と、めっちゃわかりやすく言ってくれないから困りますよ。おっさんカップに、おっさんがカップに。めっちゃおもろいやん。おっさんもう一枚。カップにもう一枚。カップにに補足。おっさん。なんでちゅか。なんでちゅか。いやいや、LINE に。今ちょっと、ちょっと待って。これ、まあ、ノーカットやから出すけど。なんでちゅかって。いや、こんなんですよ、私。ははは。そう。え、だってバグ見て出えへん？彼といたら。え、てか向こうも出してけえへん？沙織は可愛いでちょねーって言われるよ。そうでちょーって言ってる。それが普通に出た。今 LINE が来たから、なんでちょかって。可愛いね。私よ。でもこの人のリーディング、そっちのケアどうでもいい感じやん。だってもう、片付けや言われて、でも一旦断捨離して、あと思考が古いから。要はだって人生積んでるからこうなってきてるやろ。エネルギー分散してるし。ね、食べ物ケチってるし。美味しい食べ物食べてないし。いや、美味しいってな、美味しいのは当たり前なんよ。私が言うてんのはもうめちゃくちゃ美味しいっていう感動の美味しさを食べてないのよ。美味しいと感じないものは食べへんもん。にしたってちょっと私、食は本当に。ちょっとあかん。で、これは補足いらんわ。あんな運命のが出てんねん。同じおっさんやけど、エンペラの運命のが出てるから確実にコツコツと丁寧に努力するタイミング、学び直すやねん。やっぱ基盤を作りなさい。って言われてんねんから、同じやねん。コツコツとですよ。一からね。ただ、緊急事態宣言リバースなので、まだ動かへんねん、これ。実現することをもうそのタイミングが来てんねん。だって実現することで聞いても、運命の輪で、おっさん入ってんねん。でも。おっさん入ってるは置いといて。これな、おっさん入ってるってことやで。エンペラーが入ってんねん。帝王が。帝王が入ってますねん。だから普通の運命の輪よりもっと伝えられてると思うね。今やでって。だってそりゃそうやん。何かの前触れの時ってな、当然な、私絶対そうやからな。私はです。無意識にめっちゃ断捨離したりとか、断食したりとか、そう、思考が整理できんわっていう時って、私、断捨離もするし、断食もすんねんな、ファスティング。普通に。これ無意識でやるんよね。だから何か大きなものが入ってくるとき、何か大きく行動するとき、大きなエネルギーを使わなあかんときで、断捨離とか体をクリーンにするとか、当然なんよ。で、自分の古いものを疑うとか、古いもんいらんでっていう古いものを手放しなさいやから、なんか大きなタイミングが来てんねん。ただそれは、簡単に、パッて、手に入るようなアフォメーションではないってこと。つまりこれって着実に努力して着実に積み重ねてきてるからね。しかも職人なのでスキルがあんねん。知ったかじゃないねん。知ったかでもないし素人でもないねんな。そういう着実なもの、着実に積み重ねてきたものは絶対に自分を助けてくれるから。自分の豊かさやから。そうするタイミングが来てんねん。握りしめん。握りしめん。
まあこれはこれやっぱ二択で終わりやな。分かりやすい話これですよ。これこれバラ、とにかくバラにまみれたいと勝った方がいい。バラはじゃあその握りしめに、あ、物乞いカードっていうの、物乞いカードやねんけど、そんなことじゃないねん、この人伝えてんのは。同じのばっかり。左右対称ばっかりやねんな。あの、ちょっとここにもう一枚欲しい。ソードのクイーンのリバースか。美しいクイーンがリバース、もう超美しい、クールビューティー、美しいリバース。事故ではない、放送事故ではないけど、これ2枚にもうちょっとちょうだいよ。ようわからんやんこれ。あの基礎基盤2枚目でもリバースしてるから崩れますぜってこと。なんかこれさ、あの崩さなあかんでってこと、それを言われてんねんな。もう一回、今まで大事と思ってたものとかって、そのほんまは大事もんちゃうでっていうことよ。だから今まで握りしめてきてんねん。めちゃくちゃ握りしめてるから、もう物が溢れてんねん。物も溢れるし思考もそう。私は正しいがすごい強いねんな。でもああそういうことか、全然調和してないでしょってこと。全然調和が取れてないでしょって。アンバランスでしょって。自分が理想としてる自分、自分が理想と思う人、自分が理想としてる人生と今の自分、全然バランスが取れてないでしょって。アンバランスでしょって。距離感すごいでしょって。理想と現実の乖離がすごくないですかっていうこと。だからこういうふうに言われてんねん。あなたがどういうことを実現したいのかと思ってるのか知らんけども、この状態では無理ですって言われてんねん。これ必要ですってと。古いものの手放し。あと、エネルギークリーニングや、体内のクリーニング。つまりは波動ですよ。あとは、安らげてないから断捨離せいっていうのは、自分の家で安らげるようになってっていうことやから、住環境を整える。安らげる家もだし、家族もそうね。家族との中で安らげてなかったら、それはもう、なんぼ綺麗にしとったって。いや、安らげないよ。全然安らげないよ。どんなに綺麗にしてても。バランスが取れてない。なんかね、ヒステリックやねんって。もうソードのクイーンリバースさせるってなんかヒステリックなんよ。ほんでな、決められへんねん。結局な、決められへんねん。自分で決められへんねん。この人ってさ、この排除しろってことをずっと言われてるやん。もう排除のプロは徹底した。私のインスタのストーリーズを見たらわかります。私の木の排除ぶり。木の排除のプロっぷり。いやもう木は無理やねん。木いらんねん。いらんもんはどうするか排除する。思考も同じ。いらん思考を排除する。以上です。なんで嫌か？で、嫌いやから、不快やから、必要ないから、不要やから排除する。じゃあ自分の中に、自分が今理想を叶えてない自分の思考があったら当然そんなもんいらんやん。それが好きやったら持っといてください。でもいらんから排除する。
見えようにするとは違うねん。排除するんやねん。だからもうないねん、排除したら。捨てますって言って、捨てれてる人見たことない。だからアフォメーションではできないってこと。さあ、このタイトルするとさ、すっげえいいことが聞けそうな感じで見た人が多いと思うけど、本当に何かを実現する人っていうのは、すっげえいいことを聞こうと思って見ないです。淡々と見るよ。で、別にいい悪いとかもないのよ。ないの。だって全ては自分だから。何かを生み出すのよね。何かを生み出すの。何かを。なんでソードの2で言ってきたんかな。だから結局あれだわ。思考が古いから今の思考で何を選んでもあかんでっていうこと。今の思考で選択するもの全てこの状況になるからねっていう。この輝かしい人とか、この幸せそうにあなたから見て見える人、楽しそうに見える人とか、そういうな、自分にないものばっかり持ってる人のことばっかり見てるでしょっていう、その楽しそうでいいなとか、幸せそうでいいなとか、何？そっちばっかり見てるでしょっていう、その奥にあるもの、物事の表でしか見えてないものしか見てないでしょ。その奥にあるもの、その人がどんな努力をしてきたか、どんなことをしてるかを見てないでしょっていうこと。本当にこれ、成功者と呼ばれる人、世の中で。私は、そう、成功者とかって興味がないから、成功者って呼ばれる人って、みんな口揃えて言うやん。成功者の真似すんなって、成功した状態を真似すんなって。成功者が成功する前を真似しろって当たり前の話じゃん。みんなここを追いかけるから、ここの人に追いつけない、絶対。ここを知らないから。まずここやん。同じこと。つまり現実逃避してんねんな。要するに自分ではよう決めへんし。握りしめてるし、部屋汚いし。まだまだちょっと休みたいし。休んでる割には別になんか大した実りもないし。おっさんとカップのに。こっからはいいねん、でも。何が起こるのか知らんけど、こっからはいいねん。今までとは違う道に進めるのよ。進もうとできる。あんな自分が実現するんやから、自分の思考だからね。今までの。そして今この瞬間の。今この瞬間の思考で、普通に1年後とか決まるからね。10年後も決まってるやん。で、人生積んでる人ずっと積んでるやん。恋愛うまくいかんかった人ずっとうまくいってないやん。今この瞬間の思考が同じままやからやん。それをちょっとやめピってなんねん。で、やめぴの理由は、戦ってんねん。やっぱし。自分と戦ってんねん。現実逃避がお好きな人っていうのは。それをね、戦いをどうやらやめるみたい。このエンペラー、もう一丁ちょうだい。楽して変わろうとか、楽して愛されようとか、楽して幸せになろうとか、そういうの。とかを考えてるんだとしたら、そんなんないねんってわかると思うよ。でもって、その楽しての楽が全然違うねん。私は楽して生きるのを好んでるから、とっても。だけども私の生き様を見て楽してんなって言う人っておらんねんな、あんまり。
あ、私の仲いい人はもちろんそうだよ。だって楽、どんどん楽ができるように生き様をずっと突き詰めていってるから、私は。ただすごいストイックとか努力してるとか言われるけど、多くの人から見たら私はものすごいストイックでめちゃめちゃ努力家です、多分。めっちゃいろんなことをしてる人、しかも忙しく見えるらしいね。あの、忙しくないのに全然。ぼーっとしてる時間の方が長いのに。ただ楽の種類が違うっていうこと。楽して生きてんねんけど、楽するって、ゴロゴロして、部屋散らかして、アフォメーションして、なんで YouTube でいいこと聞いて、そう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 って言って自分は何もせんって、そうじゃないよ。それ依存、ただの。です。依存ですじゃなくてですが出てん。エンペラーにです。え、カップ何もですな？です。死神終了やで。え、もう戦いはやめるんやろ？なんでエンペラーがですなん？いや、戦いはやめて違う方向に行こうとしてんねんで。おいしょ。ただ、ヒーローハンドリバースか。あの、今までの自分の常識を疑いなさい。今までのその考え方古くないっすかって言われてたやん。そのなんか常識に基づいたみたいな。自分の価値観やで。だって常識もさ、何を常識とするか人それぞれやしさ、大体常識人ぶった人って無礼やん。礼儀知らんやん。なんでか上っ面のこうやってやっとけばいいって庶民道徳、庶民道徳は上っ面で聞いてるからよ。ここには何の意味があるのか、なんでこんなことをしなあかんのか、一個も疑ってないからよ。そして愛がないから礼儀知らずになんねん。とりあえず ありがとう言っときゃいい、とりあえずすいません言っとけばいい、とりあえず申し訳ありません言っときゃいい。とりあえずのことをやってるからねんな。それはあのカジュアル泥棒税の実態っていう動画があるので、遡って見てください。カップの2、補足。ごっついとっちらかってんねん、この人の頭。卑怯者や。卑怯者カードが出たわ。こうやってこの対象で伝えてくるねんな。ただこの卑怯者も前結構マイリーディング出るからなんでかなと思って、私昨日も一昨日も考えとってんけど、もう隠されへんくなんでっていうアラートやねんな。例えば秘密裏に何かを進めてきたことを表に出す時だみたいな、そんなポジティブシンキングなリーディングの仕方もあるにはあるけど、そうではないねんな。キツネ出てきてるしな。裏切り者やん。要はもう嘘がつかれへんでっていう、バレるでっていう。で、これを出してくるってことはバラしたいねん。もう隠しときたくない何かがありますねん。不倫してる。または、これ A の人もそうやったけど、全員じゃないと思うねんな。ただ不倫してる。もしくは妻子ある人好き?な場合、カップの2でちょっとウキウキしたかもしれませんけども、バレんでっていう話。ってなると、ここが変わってくんねんな。ここが変わってくるよ。もし不倫をしてるんだとしたら、それ、どっちみち絶対にその人は、あなたのところには来ないよ。来ないということがわかりますよ。これはもう絶対にない。間違いなくないです。です来てるからね。ない。ただこのままやったらあかんねん。ちょっと方向性変えようぜの方が強い気がすんねんな。頭でだよ。情熱はないねん別に。はい。
別にこのカップに行ってそんなに嬉しくないねんな。カップの2が出ました、そうしそうマイカード。そんなノリじゃないねん、これは。これって結局自由なよな、本当に。コントロールを効かない。感情のじゃなくてです。なんか本当に自由なのよね。コントロールさせない状態。あ、言ってんねん。言ってんねん。でもその上にカップの6を重ねてきたので、へいへいへい。はい、綺麗に飛んだ。ペンタクルのページリバースか。思うけど、分かった。あの、今までやってきたことをこれ全部手放さなあかんわ。自分が良かれと思ってやってきたこと、自分のためになる、人のためになるみたいな、なんかとにかく自分の都合で、自分の判断で、自分のジャッジで、やってきたことをこれ全部手放さなあかんわ。そういうことで言われてんのか。電車一枚。あ、そういうことや。不倫してる人はもちろんそうだよ。そうよ。やっぱ新しい道をって言われてる。そうじゃないよねって、今までが違うでっていうこと言われてる。こう認めれるかどうかですね。まず認めれるかどうかよ。自分自身が紫出たからこれやわ。必要。認めれるかどうか。今までの私は冴えない人生を選択してきてた。自分を愛さない人生を選択した。積む人生を選択した。あ、そのようなことよ。そのようなことを認めなあかんわ、これは。あ、そういうタイミングか。そういうことがじゃあ起きるんじゃん。何かは分からんけど、まあ、完全にそのタイミングですよ。完全に。これいらんって言ったけど、ちょっともらおっか。あの、おっさんの運命の輪に一枚。おっさん。ワールドリバース。やっぱりそうやん。自分が作ってきた世界はちゃうでっていうことに気づくねん。あとな、完璧主義の人はな、完璧にやってきても今やん。完璧主義ってないでっていう拷問やねん。ペンタクルのエースもリバース。もういい。自分が作ってきたな、世界のな、自分の世界、自分が想像してきた世界が、全然豊かさの反映ができない。豊かさが生み出せないってこと？それを作ったのは自分ってこと？認めなあかんわ。それを認めなあかん現実が来るよってこと？実現することってそれよ。で、これが嫌だ嫌だって思う人は、あんたがそうやって生きてきたやん。って話だし、もう私のリーディングは見なくていい。あのね、現実逃避のために私はやってないねん。現実逃避をしたんやったら、自分を見たくない。やったら、綺麗事のリーディング見といて。綺麗事のリーディングをな、今まで何本も見続けてな。ほんで、なんか変わったん？自分。なんか人生変わったん？大きく。変わってないでしょ？絶対変わってないやん。いやー、あなたはすごい能力がある人ですね。結構、エンパス傾向にあるんでしょうか。サイキックがあるかもしれない。スターシードかもしれないです。とかって言われて、役だった、なんかに。なんかいいことがありました。なんかね、金運がすごい上昇してます。とか言われて、ほんまに上昇したん？だから金運の上昇って何なん？あなたにとって。で、私もバスバスもう疑問が湧いてくるもん。Why？ なぜ？なぜに関しては A を。いや、だから、綺麗事が好きだったら見やんでいいねん。だって、今までの人生が本当に嫌だったって、本当に嫌だって人は思わなければ絶対に捨てないもん。私が木目が嫌な、木目を排除に徹してるのは本当に嫌やからやん。木目排除せんかったら今頃完成してるぐらいのノリよ。
お家ね。で、本当に嫌だもん。あ、コストも多分半分で済んでると思う。半分ぐらい。木目配置だって、木目配置1000万ぐらいは余裕でかかるもん。でもなんか、もうプラス1000万とか言われても、もうな、ビビらんもんだって木目嫌やから私。っていうぐらい嫌なものには、コストもかけるし、エネルギーもかけるのは全てをかけるの嫌だから、排除したいから。ってことが自分の人生が嫌やったら、ほんまに自分の人生を変えようとするのよ。つまりそれに気づけるってことはめっちゃ大きいことやん。で、どうするかはあなた次第やけど。そこを自分の人生が嫌やつとか、絶対自己否定とか言って、いや、いやいや、そこを受容できないのが全然自己否定。余裕の自己否定。え、私の人生こんなもんじゃない。今の人生、いや。え、今の私、いやや。から始まったのが、沙織山村ですけど。全然自己肯定。最高の自己肯定をして今があるから、私は。だから今まで私はなかなか自信もあって、生きてきた、何でもできてきた、みたいなことを言う人って、それで？で、今は？で、今はやねん。なかなかできてきて、今だったら、で、今だったら、今がいいんだったらいいんじゃないですかって話。でも今がいいんだったら、こういうのって見てないよねっていう。ただそれだけ。あ、ね、これ、開花の意味。開花の意味。これがガイドがまだ小さいねん。にゃーん。開花の意味。もしはいいかな、しなくて。開花。39。タイムスタンプ B までしかなくて、C 選んだ人、ってなるやんな。絶対最後まで見て、やんな。オーロラのような感じでエネルギーを投げかけてくれます。あ、なんかあれやん、お花を見つけ、お花やん、お花と会話してるの話やん。愛と喜びのエネルギーをどんどん広げてみんなが幸せになっていくイメージを象徴する。アフォメーション系のカードやな、これ。あんな？これが言いたいのってな。まあ、オーロラ、これオーロラなので。まあ、これ見て美しさ、オーロラというものの美しさを知っていただくのが一番やねんけど、これお花が言ってんのってな。お花ってな。これ承認欲求バリ強い人。だから B の人は、お花がな、私綺麗って言ってやって言う？私が枯れへんように必死になってやとかって言わんやろ？お花、ここにあるけどさ、まあ美しいのよ。見えるかな？ばあ。美しいやん。でもな、このカーネーションな、私にな、私のこと美しいって言ってやとか言ってけへんもん。私のことめでてやって言ってけへんもん。だから私はすごい好きなの、この。命ある。咲いてる時期がものすごく短い。その時間をめでるっていうことがすごい好きやねんな。でもこれって強くないとできないから、あ、強さとは、メンタルの強さではない、こっちです。だって美しいもの、美しい、めちゃくちゃ美しいです。うちにはたくさん花がある。そのお花が枯れていくっていうことは、直視しなければならないことがたくさんあるもん。お花が、私に美しいって言うてやって何も言わんでしょ？ただ、存在するだけで美しい。と思う人もいれば、思わない人もいる。もう、お花なんてもめんどくさいわ。どうせ枯れるやんっていう人もいる。私みたいにこの、枯れていく、枯れるまでの間が、とてもとても愛しい人もいる。だからあなたの尺度で物事測りなよってこと。あと、
花に美しいって言ってやって言われたら嫌でしょって。お花はありのままでいるだけ。何が伝えたいか分かるやんね、ここで。このね、自分を生きてない状態、承認欲求の強い状態、あなたはそもそもしんどくないですかっていうこと。そこ。自分で自分を追い込んでるだけ。こう、プライドってさ、絶対プライドが高いから、プライドってさ、結局は自分で自分を追い込むだけやねん。完璧な私みたいなの、なんか誰が完璧やねんって話やけど、完璧な私でいなくてはならないみたいな。ので追い込んでんねん。そして完璧に、自分ではない自分を生きようとすんねん。なんか人より上回ってなければならないがすごい強い人です、 B の人は。なのでそういうのも本当にしんどい、やめたってすればいいのに。さあ C もするか。優しい。はい C。 はい C の人、よかった。私ちょっともう C のリーディングやめとこうとか思っとって、いいわ。へいよ、もうこの時点でこれですよ。これ、リミテッドでしょ。完売次第終了。大人気。はい。変容。はい。ヒーリング。ドリーム。ドリームズ・オブ・アバンダンス。バイザブック。さて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 、女神様。仲間ね。18。癒し。自分の世話を怠ってませんかって。自分を振り返ってみれば癒しが必要なことはわかるでしょうって。自分や他人を知らず知らずに痛めつけていることがあるのです。他人に敬意を払い喜んで助けてあげれば奇跡が起こるでしょう。もう当たり前やねん。敬意を払うなんて当たり前のことやねん。今のあなたはエネルギー切れで走り続けているような状態です。もう人に与えるものはこれ以上先に進めません。もうやめましょう。あなたの行動の意味を考えてみてください。すべてにイエスを言うのをやめて、はっきり境界線を引く必要があります。他人にエネルギーをすべて奪われてしまったことありませんか。その人を愛し言い分を聞き助けてあげるのが自分の役割だと思ってたのでしょう。あなたの身近な人は自分が哀れな犠牲者だと主張し続けてませんか。一歩退いて何が真実かを冷静に判断しなくてはなりません。今後は違う選択をして自分を優先してみましょう。たまには休暇を取り思い切り好きなことにしましょう。罪やんこんなん。でも他人にエネルギーを全て奪われてしまったことはありませんかって、それ自分が奪わせてんねんけどな。奪うことを許してんねん。奪われることを。私は嫌やから、ナチュラルドロポーゼに嫌やって言ってるやん。嫌やって言わんもん。言ってないっていうことやん。ノーはノーやねん。で、これはなんか無駄に尽くし系でしょ。見返り求めて尽くし系やねん。別に尽くすのはいいけどさ、尽くし方の問題やねん。尽くすマインドやねんな。動機やねん。豊かさの夢、豊かさの天使があなたの夢を通してインスピレーションと導きを送っていることを、あ、ここはいいね。眠ってる間はエゴがオフラインの状態なので導きを受け入れやすい。そうやねん。本当にもうマジで依存してる人はもう自我が強い。夢が何を伝えようとしているのか分析することが大切。見た夢を日記に記録してください。実践を積むうちにどんどん思い出せるようになってくる。この実践とは目を覚ましたすぐに覚えている夢 を書き留める。あ、これな、別にな、夢じゃなくていいね。思考のこと言うてる。思考をちゃんと書き留めてっていうか、実践するうちにって、もう私が言ってることそのまんまです。もうなんか沙織山村ノートなど個人セッション動画などとにかく私の発信を読めばわかるよ。
思考なんてさ、垂れ流しやからさ、夢も見っぱなしと同じで、朝起きたら忘れてるのと同じで、でも夢は忘れてる、しょうがない。私夢見えひんって言ってるぐらい覚えてないから。でも思考は覚えてるやんね。それを自分を知らない人、思考を直視したことない人って夢と同じ状態やねん。忘れてんねん、すぐに。直視してないのよ。寝てる間に、だって直視せえって言われても無理や、寝てんねんから。眠りが超浅い時や、夢見んのって。だから思考直視で書き出しなさいって同じことよ。個人セッション動画を書いてる人はやってますか？ルールに従う、社会の規則に従う、法の遵守、それぞれの文明や家族に特有の習慣を尊重する、普遍的な法則。宇宙は人間の経験や進化の枠組みを作る神聖な法則のもとに成り立っています。豊かさの法則、祈りの法則、カルマの法則、引き寄せの法則、思考の法則、保証の法則、自然の法則は有名な法則のごく一部。法則は完全な秩序のもと、人間の理解を超えた正確さに作用しています。人間の進化にさえ不平の法則が働いています。一方、人間は文化や家庭によって異なる独自の法則と習慣を持っています。法則は調和を重視しながら社会秩序を維持し、人間の行動を管理しています。今は法則に逆らわないで従うべきです。無意味に感じられてもルールに抵抗しててって、最終的に宇宙の法則は全てを調和させるからです。相手の個性を尊重しつつ、より良い関係を築けるように歩み寄りましょう。この時期はあなたが努力してきたことが報われそうです。法則に従っていればと。成功するための方法を一から考える必要はありません。あなたの求めるものを既に手にした人々の足跡をたどりましょう。もうほんとこれ、ほんとこれ、既に機能している構造を観察するだけで多くを学ぶことができます。あなたは反乱を起こしたくなっているので意識を変える時です。本当の進歩を阻んでいる既存の構造に挑戦しましょう。小さなことで抵抗するだけでは足りません。今は革命の時なので、秩序に逆らってもあなたが心から達成したいものに集中しましょう。天才発明変革は苦労なくして生まれません。今はあなたの属する組織のやり方に抵抗して本当の変化を起こす時なのかもしれません。これ変わりたい人にはもう重要メッセージですね。これ変容、変容もこれも同じこと。あなたが属する組織のやり方、これはあの家族です、親です。親から習ってきたこと、あと旦那のあり方とか旦那の考え方とか、言いなりになってるってことは無駄に尽くしけって言いなりになるからね。もう同じようなやっぱ綺麗に出てくるわ本当に。変化を恐れる気持ちを手放しましょう。そう、そしてこのあなたの求めるものを既に手にした人々の足跡とあるでしょ。本当そうなんよ。あの鵜呑みにする、 TTP 徹底的にパクる、もうこれが一番早いねん。だってお金持ちになりたければお金持ちと話するのが一番やもん。幸せになりたければ幸せな人と話するのが一番、依存したければ依存人と話すのが一番で、親が依存系やった場合は当然一番近くにいる子供にも依存するので、それは依存しますっていう、あの普遍の法則やん。これこそあの全て法則だからね。ただしその法則を意識して法則通りになるとは限らない。だって動機が法則を意識やから。あのね、法則なんて別に知らんくなっていいね。引き寄せの法則知って、引き寄せ失敗とか言ってる人おるやん。失敗とかないもんだって。やってへんからなんよ。やってて振り返って分かるぐらいがちょうどいいわ。これがこれの法則なんやみたいな。そうか、相対性理論ってこれかっていう。だって実体験でしか分からんもん。さあ実現することなんですか。変容が出てるからもう変容なのよ。しかも豊かさが出てるってことは今全然豊かじゃない、あるものを見てないのよね。でもってあの言葉に出せてない、言いたいことを。無駄に尽くし系、間違った自己犠牲系。さあ現状は分かりましたよ。実現することは何？ピザがあって。ああ、これやった最初。
返しリバースしてるやん。ソードの2もリバース。なんかさっきの B と出方が似てんねん、めっちゃ。めっちゃ似てんねんな。ただもう当然なんか実現することとして、もうなんか変わりたいとかって言って、変わる時期ですよって言って寝てても変われへんで。人ってな、何かないと変われへんねん。もうほんと人生積み切った。とか、なんか変わるべき出来事が起きた。例えば、震災？地震とか起きたら生活が変わるから、生活が変われば考え方も変わっていくねん。頭が柔らかければ。綺麗にカップのキングは2枚とも リバース。リバース。あ、なんか隠れてる。これシャッフルできてないだけやん。ワンドの3、4って出てきてんのに。やっぱりシャッフルしたと思っても抜かりあんねんな。ワンドの3、4。両方使う？両方使ってもいいけど、これ、ワンドの4、2枚目やん。2枚目やん。同じことばっかり言うてるやん。はい。何が起きるか実現すること、タワー、一遍壊すねん。一遍壊して再構築。でもこれ同じこと言われてるから、もう一生。ほんで、カップのナイト、ダブルリバース。カップのナイトダブルリバースに補足。バンドの4も2枚で出んねんな。やっぱりな。まぁ、あ、ちょっと読むわ。すごいな。バンドのナイトリバース。ちょっとこれ面白い。まあ、これ一つとして、こう、いい子ちゃんしてきた、いい子ちゃんとか無理だよ、まず。いい子ちゃんなんてできひんねん。なんかあなたの中で反乱が起きてるとか、反発しましょうとかでしょ？これいい子ちゃんしてきてんねん、綺麗に。いい子ちゃんしてるからな、やりたいこと何もやってきてへんやん。いつもいつもなんか自分の情熱？女の場合な、衝動的にとかって、女の衝動って本当にインスピレーションやからな。衝動はやりたいことに対してなで。衝動で誰かを蹴ったとか、そんなんは違うよ。それ普段のあり方考えてやから。やりたいことに対してこう、何も考えずにやる。あ、例えば、めっちゃ多いねん。このパルファ見て、もう、パパってすぐ買いましたみたいな、止めて、動画を止めて、概要欄から飛びましたみたいな人って、それが女の衝動ですよ。で、インスピレーション。絶対に手に入れなければならないものだから。ね、女って絶対に欲しいものとか、絶対に自分が必要としてるものに対して、ぐじぐじ考えへんねん。それが女やねん。だから女ってすごいねんな。ただし、いい子ちゃんをしてるので、最前線いい子ちゃん考えやから、自分の情熱とか衝動とかをずっと抑えてきてんねんな。今でもそうや。抑えてる。そして、ソードの2。葛藤か。抑えながらにして葛藤してるから、それ反抗もしたくなるわいな。反抗もしたくなるけど、無駄になんか反抗期したって意味ないから、全然可愛くないから。これってなんかやったあかん、やりたい、やったあかん、やりたいの、の狭間の葛藤やねんな。
そう。その葛藤が全部進めなくしてんねん、綺麗に。これも進まれへんねんな。このペンタクルの6、ちょっと物乞いに1枚。ただ別にこれは物乞ってるわけではないねんな、このペンタクルの6って。まあバラがいっぱいなので、これをゲットしてください。で、これはなんかもう嫌だ、もう派手な色とか抵抗するのは女への抵抗。自分が女は生きてること。自分が女であること。への抵抗です、完全に。あ、これなんか、そういうことか。これね、正直に生きていきたいんだって。そう、信頼関係。信頼できる関係を言ってる。信頼できる関係を言ってる。そしてまた美女が出てきた。美しいわ。あんま美しいのよ、このワンドのロックは。本当に美しいのよ。美しいんだけど、この細くと信頼できる人。で、ワンドのロックが出てきた。めっちゃ美しいねんな。あの、そういうことか。この葛藤はそういうことか。なんか自分で自分のことをちゃんと認めたいの。この人はもう自分で自分のことを認めてるどころじゃなくって、周りからも称賛を浴びてんねん。ただそれはなぜかというと、人のため。人のために何か、人が喜ぶことをしたからよ。与えたからよ。与える側だからなのよ。ちょうだい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 って言ってるような、無料むさぼりがっつき人じゃないからの。もう無料むさぼりがっつきでよ、もう。こうなることはないねん。これは、これになりたいんでしょ？出た。想像の2、2枚目。同じこと言ってくる、もう。なんか決まってるやん、もう。こんなん。てかもう推しがすごいやん。同じことめっちゃ言われてるのに。想像の2、いける？想像の2。これついてきて、ついてこれてるよ、このリーディングに。想像の2。これな、やりたいことへの葛藤やけども、もう一つあるわ。まあ、葛藤してる人って山ほど葛藤してんねんけど、他のもの、自分のこと見ないようにしすぎ。見ないようにしてんねん。ほんでな、みんなとうまくいこうとかな、みんなとバランス取ろうとか、なんか調和しようとかな、ちょっと動き無駄やねんな、別に。だってこんなん、片足上げんでいいから、そんなパフォーマンスいらんやん。こんなパフォーマンスをしてるから、外側に向けて。それ崩れるわいな。この、尽くすのもパフォーマンスやねん、あなたにとっては。パフォーマンスミスやねん。いや、この尽くすっていうのはパフォーマンスを、この恋愛で言うと、またその尽くすパフォーマンスしてって言って、一緒に楽しんでくれる人だったらいいよ。だって恋愛ってのも楽しむものやん。深刻になるものでも何でもないやんか。このパフォーマンス全然乗ってくれへんやん。ほんでこんななんか、無駄な動きとかしてさ、しんどいだけやん、こんなん。もう首も疲れてくると思うわ。真後ろに。こういうパフォーマンス全然もさ、いいやん？っていうことを気づいてないからやってるわけやろ？要は、これ構ってほしいねん。自分のことを見てほしいねん。ワンドのロックを出すのはそういうことやねん。ちょっとパフォーマーに1枚。あ、エンプレスリバースやわ。やっぱり女は生きてないねんな。まあそうやねん。だってパフォーマンスする必要ないもん、女が来てたら。ほんでもって自分のことを見通して、これの出してきてんのがめっちゃ美しいねん。美しいねん。美しくなりたいはずやねんな。このさ、不可解なナイト3枚リバースは一体何なん？もう感性も何もないよ。ロマンス、あ、これ恋愛してみよったら恋愛は終わる。
終わる。終わり。終わりです。マジシャンもリバースやもん。あ、どないもこないも ならんのや、これ。恋愛が。まず、今。あ、だったら三角関係だったらやめた方がいいよ。不倫はやめた方がいいよ。どないもならんから。別に不倫否定派じゃないけど、私は。インプレス補足。飛んできた。ジャスティスか。ジャスティスにもう一枚。あ、これなんか不倫してる人バレますぜ。タワーやからな。あなたに家族とか旦那がいる場合は 100% バレるよ。ただし、私のやつ、私のリーディングを見てる人、ガチ勢って不倫してへんからな。でもまあ、新しく見てくれてる人も多いと思うけど、不倫バレますよ。あのね、そんなね、うまいこといくわけないねん。バレずに、でもな、こんなに尽くし系のパフォーマンス尽くし系、つまり見返り頂戴用なんだけど、かまって尽くし系、いい子ちゃんしてきました。まあ不倫しやすいわな。不倫すりゃええけど、バレて当たり前やから、ちょっと言いたいこと言わなあかんね。言いたいことっていうか言わなあかんことがあるよね、不倫する。責任として。え、不倫してる私も愛してよって旦那に言わなあかんし、その男の方にも言わなあかんよね。私は不倫。私は家庭を捨てる気もない。けどもあなたのことも愛してるから、両方愛してるよって。え、そんな私を、愛してよって言えないとダメだよね。ここに関してはちょっと私はプロってるから、私は不倫はしないですよ、絶対に。私、妻子あるっていうだけでも全く魅力を感じないから。魅力を感じないというか、妻子があるっていう時点でも恋愛対象から一切外れるの。どんな相手でも。だって妻子がいるんだよ。だからこれは趣味の問題。ここはもうほんと趣味の領域。ただ私は、世の中の者ども、何も知らない者どもが浮気と言われるような行為はしますよ。浮気？二股？で、私にとっては本気だから、それ。いや、これは愛が大きくないとわからないよ。これ何？旦那とうまくいってないから外側に目が行きました。嫁とうまくいってない家庭がつまらんから外側につまみ食いしました。そんなんじゃないもん、私。両方ともうまくいってるとき、どっちか、こっち側とうまくいってるから、なんか出てくるね。出てくるというか、両方ともうまくいって、だって普通だもん。はい、緊急事態宣言リバース。いや、そうなんよね。やっぱ、絶好調の時に、ね、そうなんよ。まあ、愛させてあげるに関しては、冒頭を見てください。そう、愛させてくれる人が現れてくるね。いや、そんなになんか、愛って、やすやすとしたものじゃないから。ワンドの2。リバース、緊急事態宣言リバース。やっぱ、何も動けなくなるのよ。何も動けない、何も出だしができないということは、これ、不倫をしている、もしくは、本当に女を生きてこなかった、積んだ。ただし、ここで見る限りはもう恋愛ですので、こんなんもできんよ。必殺またいつものように、いつも通りに情熱を消す。それは慣れてるけど、慣れてるやろけど、もう一度。あえてなんかナイトで伝えてくるあたりがよ。ちょっとナイト見せて。そういうことか。動けない。もう一人じゃ歩けない。フォーエバーラブ、X ジャパン。そんなノリやわ。
なんか孤独感マックスですみたいな感じで、とにかくあの恋愛終わりですね、これは。不倫してはしてまいが、本当感じてるでしょ。実現していくしすることとしてこれが出てくるって、まあどっちみち早から遅から終わる関係なのよ。で、それが嫌って言うんやったら、もう私の倫理が見やん方がいいよ。そういうなんかね、こうね、私の言いたいことを言っておけ、言ってよみたいな、綺麗事が欲しい人は綺麗事リーディングの人たくさんいるので、5万とおるから、そちらにどうぞ。自分の言いたいことを都合よく言ってくれる人、無料で、両方おるから、どうぞ。それを聞いてて今のあんたやん。話。一応念のため言っとかなあかんからね、これは。責任として発信する。あと聞くか聞かないかは見てる人次第やから。ただ私は絶対言うよ、だから言ってやんて。私は前もって言っとったからねって言いますよ。でもって何、マジシャンにもらう、もう何にもできんもんって。何にもできんって言うてんねん。はい、タワー2枚目。もういいやん、もういいやん。ほんまにもう何にもできんようなことが起きんねんって。晴天の霹靂でもないけどな、タワーって。だってこれ、こっちリバースしたやろ。もう分かってるやん。分かってるやん。これがバレたらまずいなとか、これが起きたら困んねんみたいなことが起きますって。しかもこれがあの、感情面やから、もしかしたら、ここで爆発する言うてるから、あ、じゃあ、反抗しなさいって。自分の溜めてきた感情が爆発する可能性もある。あ、今恋愛してない人だとしたら、まあ恋愛してる人も一緒やけど、溜め込んできたもの、ずっと言えなかったもの、大爆発。大爆発です。大爆発。無駄に尽くし系やん。何も言わんいい子系やん。大爆発。つまり、これ、あの、大爆発、感情爆発みたいなことを、ネガティブに取る人は、もう黙っといて。この、止められないぐらいの爆発をするということは、今まで言えなかったことが全部言えるんだから、女の衝動は必要で起こるって言って、私話したやろ。そういうことよ。ただ、なんか変な自己啓発が昔言ってたような、暴言を吐きなさいとか言いたいことを言えって言って、ダーって言うんじゃないよ。まあ、きっとこれ、それはやるやろうけど。本当は何が言いたいのかっていうのは、感情に任せてグワーって言った後じゃないと分からんから、ずっと言いたいことを溜めてきた人っていうのは、だから思考直視しなさいって言ってるのよ、私は。思考直視したらだって感情に任せて、ウェーとかって言うことなんてないもんないもん。なんもない。もうちょっと欲しいねんけど、全然カードが出たがらんねんな。まあだって終わりやもん、塔で。いや、タワーでタロットカードの役目は終わった感じよ。離婚、私これすぐ離婚って言うねん。これ恋愛してる人もなんか夫婦旦那とかにも言いたいこと言ってないから、パフォーマンス尽くししてるから、それの鬱憤が全部出んねんな。でもな、パフォーマンス尽くし系をしたのも、言いたいこと言わなかったのも、いい子ちゃんしてたのも、いい子ちゃんがために自分がしたいことをやらなかったのも自分だからね。ルックフォーサイン、見逃すなー。あ、ルックフォーサインこれやん、アメジスト。同じ色だから、今年のラッキーカラー、ラッキージュエリー。直感、インスピレーション。今インスピレーションでも死んでるからな。あの女帝がリバースしてるうちは死んでんねん。インスピレーションとかけえへんねん。でも絶対サインが来るようやん。このリーディングがサインや。
サインが来るよ。来月までに。次の月までに。え、こんなタワーが出てんのに、タワーなんてそんな1ヶ月後とかじゃないよ。直近やで。なんなら明日やん。なんなら今日。あ、1ヶ月後に来るとか言ってる。なんでそんなトロトロしいの？あ、気づくのがか。あ、何か大きなことに、重要なことに気づけんのか。1ヶ月後ぐらいに。1ヶ月もかかんの。タワー2発出しといて。えらい悠長やな。そんだけ自分のことを知らんってこと？え、なんでな、これ。これ1ヶ月後ってなんや。すぐに何？執着に気づくの？またこんなにも執着してたんだ。あ、これだけ自分の人生に影響を及ぼす握りしめをしてたんだっていうことに気づくってこと？1ヶ月後に？1ヶ月後に？1ヶ月もかかって？ソードのキング、1ヶ月もかかんの？それに決断にやん、手放す決断に1ヶ月もかかんの？そんなことある？あ、それを認めることに1ヶ月もかかるの？ソードのページリバース。なるほど、1ヶ月かかるって、見てないからって。でも私あのリーディングで未来をあんまり見るのは好きじゃないから、ただとにかく時間がかかると言いたいねん。ちゃんと見なさいってことは見てないねんな。あと、言いたいことを言い切ってない。言い切れない。あなたが迎える現実としては、とにかくタワーです。今までの日常とは違うことが起きます。間違いなく。今までの日常、なん、依存してる人ってちょっとしたことでもうなんかもう、こう、ドキドキした、バクバクしたとかってなるけどさ、あ、そのようなことが起きます、当然。だそこからあなたがどう行動するかだけど、言いたいことをちゃんと言った方がいいよ。言いたいことは。ただその言いたいことを疑ってねって話。もうなんなん、あんたはそうなんで、とか、私ばっかりとか、言いたいことそれじゃないでしょって。言いたいことをちゃんと的確に言わんからな。うまくいかんねん、何も伝わらないのよ、人に。全くもって。でもなんで言いたいことを言わんかって、自分が言いたいことが何かを直視してないからよ。だから自分の思考を直視してないってことよ。え、そんなん嫌やって何が嫌かを明確に言われへんからよ。こうこうしてほしい。なんでそれしてほしいん？いや、なんも、もう分かりやすい話、愛してほしい。大切にしてほしい。なんでなん？それ明確に言えないでしょ？絶対大切にしてほしいって。人それぞれ理由があると思うよ。で、ついでに言っとくと、大切にしてほしいなんて大切にされて当たり前です。このね、尽くすパフォーマンスをが癖な人って、もうさ、そのパフォーマンスを一緒に楽しんでくれる人見つけたらいいねん。例えば喧嘩してもういい、出ていくとか言って、あの出ていくやつあるやん。あれも本気でやってたらメンヘラやん。普通にめんどくさいやん。それをパフォーマンスでやってるカップルやったら楽しいやん。始まったと思って待てよってキムタク風に追いかけてくるわけでしょ。だってそれが一種のもうプレイやん。それが一種の恋愛の醍醐味やん。そのカップルは遊びなんだから。恋愛ってポップな、とてもとても大切な遊びなんだからさ、ね。そのなんか追いかけてきて帰ろうぜ、わかったまでがなんかもう一種のなんか一貫のプレイとして楽しめるやったらいいけどさ、パフォーマンスも楽しんでくれてるなら。それだとしたらこんなに不満はたまれへんねん。だから一人でパフォーマンスしてんねん。それは見返りを求めてんねん。で、どの見返り、どんな見返りが欲しいのか自分で明確にした方がいいよね。だって人に欲しがってるよりも自分が自分で与えた方が早いよ。
ね、明確にして言葉にしてちょうだいって言った方が早いよ。私毎回聞くよ。今日顔がいけてない、今日顔コンディションが悪いわって思ってる時は毎回、今日顔コンディション悪くない、可愛い、綺麗、必ず聞く、絶対聞く。いや別にこれはあの綺麗って言ってほしいとかじゃない、顔コンディションが悪いか悪くないかどのように思ってるか聞きたいだけ。だって自分じゃ分からんもん。だって顔コンディション悪いなと思ってる時に限って今日めっちゃ可愛いやんって言われる時もあるねんから、分からんから。あとなんだか顔コンディションが悪いまま私過ごしたくないもん。え、それだけだから、顔コンディション悪い、あちょっと今日悪いかもって言われたらもう帰りたいもん。ね、そんなもんでしょ。っていうなんかあの明確にした方がいいよね。え、なんでそんなこと聞くんって言われた時に顔コンディション悪いままあの外にいたくない、帰りたいから。なぜ顔コンディションが悪いまま外にいたくないか、一緒にいたくないもん。いや私の問題やね、その私の問題誰も関係なくて、だから自己満の域よここは。でこれってさ、こう美意識高く持ってる人には伝わんねん、すごい。別になんか相手がなんか、いや今日さ、今日のさ、俺はブスやなって思うがどうでもいいよ、それは。どうでもよくっても、顔コンディションの悪い状態で、もう嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。何が嫌か。で、こういうのを自分で直視していくことがすごく大事。だって別にもしかしたら、あ、私はもうこれなんで嫌かっていうのは明確にしてあるけど、もしかしたら別に顔コンディションなんて何も関係ないかもしれんよ。あ、なんか巷に出回る、やたらにおしゃれして、やたらになんかあの、こう自分のスタイルを気にして、自分の顔を気にする人はなんかあの劣等感が強いとかっていう人おるけど、大丈夫？大丈夫と思う。え、だってブスが劣等感強いのはそりゃそうでしょうと思うけど、あの綺麗な人って劣等感の持ちようがないねん。どこで劣等感持つの、その見た目に対して。私あのその何ルックスにやたらにこだわる人は劣等感が強いって言ってる人って美人見たことないもん。で美人はそんな発想ならんか、私それ聞いた時にどんなブスが言うてんのかなと思って、やっぱブスやった。そういうことなんよ。で本当の美人はとか、本当のお金持ちはっていう人に、本当のお金持ちと本当の美人もらうやん。そういうことやねん。自分の都合のように、2時間23分で久しぶりのめっちゃ長尺やん。そして C の人まとめますよ。あの何か実現すること、やましいこととか、自分が嫌なこと、今の現実嫌なこと、それがあの崩れます、崩れて明らかになります。でもパフォーマンス尽くし系などなど、もう明らかになります。明らかになるということ。あのね、明らかになるって大事よ。だって明らかになってないことがあったら気持ち悪いでしょ。自分のことが明らかになんねん。不倫してる場合バレます。実現する。でも、バレるということは望んでるからやねん。いや、バレることを望んでるんじゃないねん。ここやねん。バレることを望んでると思ってるバカは、望んでないのにバレたら困るのに、バレたバレた、もうそんな望んでない現実が起きたって言い出す無能じゃなくって、バレることによりあなたが得たい何かがあったのよ。もしくは隠しておきたくない何かがあったのよ。だからバレるということで叶ってんねん。それが何なのか、バレたくない、隠しておきたいが望みだと思ってたら不倫してる人はバレた時に困るって言い出すねんな。ね、なんで隠しておきたいのか、なんでバレたくないのか、ここを明確にしないと。なんでバレたら困るのか、逆に。なんで隠さなければならないのか。絶対に自分が 120% のようなことしか叶わないんだから。
この世の中って。あなたの現実っていうのは、あなたが絶対 120% 望んでるんだから。望んでないない、望んでない言っても望んでんねん。ただ、これは、ぬぼーっと生きて、望んでないわ、知らんわって、自分の人生の責任を放棄してる人は一生気づけない。でも、ここに気づくと、とっても簡単。だって、なんでこんな現実起きてんねんっていうのに、自分が望んでるっていうのがわかるから、私、こういうことかっていうのが。ということで、あ、コンサル募集中。まあ、私、プロだから。自分のことを知るのが楽したい人はどうぞ。こういう楽はありです、当然。対価を払うんだから。自分で一生やってたら、もう一生かかるから。ということで、じゃあね、バイバーイ。